変異の一例、河川街は、悪気街化に分類される巻きの一種。太平洋の暖流域に分布し、四方動物に外部寄生する。殻の美しさから、多くの貝殻収集家に好まれ、ゆえに、標本賞にもよく扱われる。しかしそれ以外の人との関係は、ほとんどない。抗義には、水水族ラティアクシスや仏道化専属、 ベイブルマレックスの貝類を総称して河川貝、あるいは河川ということもあるが、その場合は河川貝類の貝。日本、東、シナ海、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド北部。水深50メートルから200メートルの猿規定。一般に小産期産。タイプ産地は日本。古くから本種の産地としてよく知られていたが、 その後各国の漁業が発達を遂げるにつれて様々な場所での分布が知られるようになった。最大で体か6センチメートル前後になる角張った防水系。拡張は尖り、角底には溝状に開いた水管口が伸びる。空色は白色、乳白色で、角質はガラス質でやや透明感があるが、砂泥底などに住む個体では灰色に汚れた個体も見られる。 各表には密な臨辺状突起を持つ西アバラが多数あり、肩の部分までは強く角張り、その上には特に発達して三角形を呈する多数のトゲ状突起を備える。これらのトゲ状突起は辛口側に開いたヒレ状となっている。ラーバラの強さや四条突起の開き具合、長さなどには個体変異があるが、河川外全体から見ると変異は小さい方である。 辛口外心は飛行などせず単純で、これは本赤に共通の特徴。軟体はほとんど白色で特別な反問を持たない。サンゴや鳥赤に共通する形質として、死絶を書く。足の後端背面につく蓋は、口倉質で、赤葛色、やや丸みを帯びた、区形、角は外心側のやや下方にある。サンゴや鳥がや赤の種は、 名前の通り死亡動物に寄生する。本種を含む河川外類も、施設を書くことから同様に寄生的な生活をしていると推定されているが、機種やその他の生態については、不明な点が多い。殻口付近が破壊された後に修復した後のある個体が見られることから、しばしばカニなどに襲撃されていることが推定され、このグループの殻の時はそれらの襲撃に、 対抗するための機能を持っていると見られる。他の新服足類と同様に雌雄があり、交尾によって受精し産卵する。この仲間の卵は、薄い膜でできた袋の中に、多数の卵が入ったクッション型の卵嚢として、産卵され、一度に複数個の卵嚢が母貝の外塔構内で保護される。繊細な造形が美しいため、貝殻コレクションの対象として、古くは、 江戸時代から沈徴されてきた。1954年、戦後日本の代表的海類図鑑である、原色日本海類図鑑を表した、吉良哲明は、その次女に、巨匠ものみを投げる、天女館、花千、鬼むしろの彫刻の妙、と書いて、本種の唐表彫刻の華麗さを称え、後の海底版では、斜め上から撮影した本種の写真を表紙に用いた。 しかし観賞用意以外には、人との関係は少なく、食用にも利用もされない。禁似種との見分けは容易だが、禁似する種類は比較的多い。以下に代表的な種を示す。ありがとうございます。